はい、こちらサードミームブースになります。リアクショントラッカーという、AI 技術を応用したAI による、自動編集を可能とした、プラグインソフトウェアの方の展示を行っております。リアクションというトラッカーというのは、例えばバラエティでしたり生中継放送とかでよく用いられる、手法の一つであるワイプを自動生成するためのソフトウェアになります。例えば何かしら、VTR 最中に芸人さんのリアクションを画面の、隅の方に配置するような手法を用いるのですが、従来はそこら辺の編集作業を、人の手によって行っておりました。それでかつそこに対してすごい膨大な工数をかけておりました。で今回、ディープラーニングを使用した AI 技術をそこに適用することによって人の手でなしてた部分を、機械にやらせて大幅な工数削減を実現することが可能となっております。フェイスターゲットという、製品になります。でこちらも AI 技術を応用した、プラグインソフトウェアになるんですけども、例えば、街中で撮影された、VTR の映像の中で、プライバシー保護のために顔に対してぼかし処理をかける編集作業があるんですけども、そこに対して同じく AI を使って顔検出を行い、でさらに人ごとに、トラッキングを行います。それによって AI によって検出された領域に、ぼかし処理をかけるというところまで、自動的に行うことができます。試してみたいという方がおりましたら、ぜひサードミーム、問い合わせホームページまで応募ください。